皆様おはようございます。さくらブックマークスのひろみです。今回は前回のシュレッダーに続いて書類整理がはかどる文具の紹介です。皆様の文具選びのご参考になりましたら幸いです。ということで今回は書類整理の文具紹介なのですが、きっかけはですね、確定申告でした。もうね、時期も過ぎましたけれども、領収書や書類に墨の字をね書くのが好きなんですよ。それで数が増えるとね、書くのが大変になってくるので、そのうちチェックマークになったりするのですが、何かねいいスタンプはないかなと、可愛いスタンプをネットで探してたりしておりました。でもね、こういうスタンプってあくまで楽しみのためのものなので、スタンプを取り出してインクをまた取り出してポンポンポンと押してスタンプするという、このね一連の作業はゆったりとした気持ちでしたいことなんですよね。なので事務作業でねスパパパパーンと押していきたい時には向いてないなとなりまして、今回お迎えしたのがこちらです。やはりねスタンプといえばシャチハタ、ついでに重要も欲しくて買ってしまいました。ということで早速開封していきたいと思います。今回この商品を選んだ理由はですね、シャチハタの中でもキャップレスなんですよ。こちら昨年の10月に発売されたばかりの商品です。この QR コードからね使い方の動画を参照することができます。今回珍しくこの説明動画をね見てみました。でもねインクの蓋が硬すぎてねうまく開けれなくて、もう一度不安になって動画を見たり、結局ねいつも通り手こずっております。はい、ようやく蓋が開きまして本体にセットです。もう蓋がね上下どちらかわからなくなっているのですが、セットし終えました。でここにロックがついているので、持ち運びをしてもね誤って周りを汚さないようになっています。でまたこのロックがね非常に硬いのですが、きっとこれもね安全のためですね。ということでやっと解除できたので早速押してみましょう。つい笑い出してしまう面白さ。これはいい、これ楽しい、これはいいな。あーこれ買ってよかった。よかったです。まあ重要スタンプになっただけなんですけれどもね、感動は続いております。これはいいなこれはめっちゃ楽しい、いいですね。でこちらよく見るとガイドがついておりますので、ここからは私のお気に入りの情報カードでこのガイド機能を試していきたいと思います。印をつけて先ほどのガイドをね合わせて押してみました。よく見るとわかるのですが、だいたい真ん中に押すことができます。ちょっとね何度か試してみようと思ってもう一度試してみました。うん、だいたい真ん中になります。こちら手前のガイドも試してみました。こちらもねほぼガイド通りです。今度は正方形の枠で試してみました。かなりいい感じではないでしょうか。スタンプを変えて重要でも押してみます。まあミリ単位でではないですけれども、このガイドがあることで視覚的にどの辺に押せるのか分かりやすいので、とてもねいいなと思いました。こんな感じの仕上がりです。あとこの中に入っているインクの残量がキャップの窓から見えるようになっています。このスタンプはねかなりおすすめなので、概要欄から他の文字もぜひチェックしてみてください。すぐ押せるのもメリットなんですけど、キャップを触らなくていいので誤って手が汚れることがないというのもおすすめのポイントです。そして書類整理といえばファイルもということで、こちら2020年の買ってよかったで紹介した緑のファイルですが、昨年から使っているもので紹介していないものもあったので、この機会に紹介します。こちらです。
甘味堂さんの見出し付箋のこと。こちらはクリアファイルの背に挟むようにシールを貼って使うのですが、従来のインデックスと違って横書きできるのも特徴です。まあ、そこがいいなと思って買ったはずなんですけどね、つい毎回間違えて縦書きをしてしまって1枚無駄にしています。まあ、これは慣れですね。で、使い方は1枚ずつもぎ取るように抜いてファイルの背に沿わせてから片方ずつ剥離紙を剥がします。で、最近はこんな感じで使っています。しまうとこんな感じです。最後に、文具チャンネルとして最近のファイル事情はどうなのかしらと探してみて、気になったファイルを購入してみました。それがこちらです。プラスクリアホルダーパスティ A4 サイズの4色アソート。こちらね、パステルで綺麗でいいなと思って購入してみたのですが、調べてみたらなんと2016年から販売されている人気商品でした。すみません。いや、しかし綺麗ですね。まあ、初めてご覧になる方のために紹介していきたいと思います。この上の部分が差し込みタイプの蓋になっていて、この蓋とポケットの部分はツヤあり、本体は乳白色のマット調になっています。せっかくなので先ほどの紙を挟んでみました。こういうポケットは入れやすいですよね。英語の紙だと安定感がないのですが、このポケットでね、蓋をすることで綺麗に収まるのがいいですね。で、なおかつ A4 のフォルダに入れるよりも取り出しやすいです。本体には A4 の紙を挟めるので、同じジャンルで紙の大きさが違うものでもひとまとめにできて使い勝手が良さそうです。色はフルーツスカッシュセットを購入しました。綺麗ですね。で、ファイルの背を向けても色が分かりやすいので、取り出す時も迷わないですし、閉まっている時もね、綺麗な色が見えて良い感じです。こちらも閉まっておきます。こんな感じでどのファイルも分かりやすくて取り出しやすそうです。ということで、いかがでしたでしょうか。今回は書類整理が楽しくなる文具の紹介でした。この動画が面白かった、参考になったという方は高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さくらブックマークスのひろみでした。